見てないとこ行って、なんかやったんでしょ、おバカにするかのように。そしたらキラだって怒んに決まってんだろ。うん、やりゃわかんだろ。そういうことされたらイライラする。帰るうち食らってる人助けないから俺。だからハレルヤーも関わんねんだよこれ。出なきゃいけない、じゃないと多分やってちゃうんだよ。まあもう訓練しよう。はい、あれキャンプ戦略で勝ちたいでしょ。じゃあ勝てないじゃん。俺もうチェイス練習するわ。この試合終わらせるわ多分。でも待て待と、ものすごい2人がチェイス能力たけてるかもしれねえから、俺が試合を終わらせにチェイス練習に走るっつうのもあれだからな。やろやれる、待て。ただ状況的に2人がもう走り負けてんだったら、もう俺はチェイス練習走入ります。どこまでやれるかっていうのを試します。どこの、まあ無理だよね。あ、スケニーの。ルーズ練習も打ってたよ。果たせよこいつに。でしょキャンプで、うん、勝てばいいじゃん、うん、つまんない戦いしたいでしょ、じゃあやればいいじゃん、やればいいじゃん、はい、やればいいじゃん、ほら、やればいいじゃん、はい、いいんだよいいんだよいいんだよ、やればいいじゃん、うん、うん、勝たせてあげるから、うん、これが楽しいんでしょ、うん、ルールにないよ、ルール上はいいんだよ、やればいいじゃん、うん、はい、もう一回やるよ。これ終わらせにかかる。一人いない。多分無理。二人が多分チェイスに勝てるようなすごい人だったら、多分あれだけど、もう時間の無駄だが、あ、でも2個だな。考えてみたら2個になってるぞ。
とやっぱり頑張ってやろう。じゃないと3人がかわいそうだろ、窓じゃ。亡くなった1人も。いや、俺もやれるだけやるけど、多分無理だもんよ。伝染しましょう。伝染しましょう。まあ、誰が俺を捨ててでも頑張ったら。時間の範囲は。よし、やろう。早く終わらせた方がいいと思うけど、まあ2人で戦うなら止めないからね、俺はね、やるよ。あずい2個だったらやった方がいいよね。特に俺は終わらせにかかるためにはやったつもりだけど、あずい4個だったらもうそこで終わらせてるけど、多分もう数的有利だからこの人が逃げ切るしかないんじゃない、あっちで。うん、もうあっちで逃げ切るしかないと思うけど。もうだってさ、助けに行くわ。練習だよ、もう助ける時間もない。バッグ、全の試合の練習だと思えばいい、これは。どうせもう負けだと思って早く終わろうと思ってた試合なら気楽にやりゃいいじゃん、もう。あったらラッキー。あ、ただ一応練習だから、これ、劣勢の。試合なんだから胸を借りるつもりでやらないんだ、勝つことのよ、まあ、未来のためにやらないんだ、やらなきゃいけねえんだから。
もう一人のために時間作んないといい。我慢だよな。あ、まあいいや。あ、イヤホンつけてます。イヤホンつけてます。あ、こんばんは。やりますか。なんかもう負けちゃいだと思って、あのあれをやったことが奇跡の功を奏して図鑑作った。